はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。カーメカニックシミュレーター2021続きやっていきたいと思います。裏で頑張りまして、お金いっぱい食べました。6万3000クレジットを超えてます。レベルもね、14まで一緒に上がっちゃいましたけども、今日はちょっとね、納屋の方へ行って、車が買えるようであれば1台買ってこようかなと思ってます。で、まずね、スキルポイント8ポイント貯まったので、これを埋めちゃいたいかなと思ってます。でどれを埋めようかなと思っていろいろやってて思ったんですけど、ここのねパーツっていうかスキルを開いていかないと、直せないね部品があるっていうのが分かったんですね。この修理代で、今ロックされてますって出てて、修理できる部品とできない部品があるんですよ。でリノベーター4必要なアップグレードってことになってるので、ここをクリアするためにはこれね、リノベーター4でしょ、こうクリアしないと、取らないとダメだっていうのが分かってきました。とはいえここもちょっと欲しいなと思ってましてでもここは4でしょ、8両方は取れないんだよね、これがね。でどうしようかなと、まあお金大事かなと。さらに 5% 割引になるので、今パーツディスカウント 10% でしょ、これが 15% になると。まあお金を貯めていくためにはそれは必要かなと。まあいずれお金はそんなに貯めなくてもいいのかなって気はするんですけどね。あとここも本当は欲しいんですけどね、検査にやっぱり時間かかるのがね、じれったくなってきます。この辺もじれったくなってはくるんだけど、まあ歩く速度は最後でいいかなっていう感じかな。じゃあ今回ちょっとお金取ろうかなと。ロック解除、それからこれが3でしょ、検査時間を短くする。でも1ポイントだからちょっと貯めて次ここ取ったらいいかな、悩むとこですね。ここを取りたいっていうのはあるけど、次のレベルまでちょっと待って、ここを取ってから他をやろうかな。ここを上まで取っちゃってもいいかなと思うんですけどね、先にね。ここも気になるけどね、注文を終えた後 25% の確率で不思議な案件が発生します。なんでしょう不思議な案件って。でお金の方は今日は納屋で使いたいので、この辺には使わないでおこうかなと思います。ちょっと塗装もね早くできるようにした方がいいかななんて思っているんですけどね。で、とりあえずちょっとセーブだけしておいて、ここですね納屋で一回行くともう、チケット取らないと、要はあのガチャみたいので取らないとダメっぽいので、一回行ったらもう買う決意で行かないとダメだっていうのが分かったので、6万3000までね、お金を貯めました。じゃあちょっとね行ってみたいと思います。また懐中電灯のねお化け屋敷のようなとこですけど、行ってみましょう。前回と同じではないと思うんですよね、多分ね。おお。ジャンク。で、まあ、ジャンクも見つつ、車がね、あ、この手の車あんま好きじゃないんだけどな。ただ結構いじってそうな感じもしなくもない。
アメリカの V8 ですよね、この OHV のね。で、いくら？購入価格2万、まあ買えますね。まあ6万あれば、4万までは使ってもいいかなと思ってます。2万ぐらい残しとかないと多分ちょっときついのかなと思ってんですよね。この辺は欲しいな。いくらで買えるかな。おこれシビックじゃないですか。シビックじゃない。あ、でもターボだねこれね。ぽいけどね。ターボついてんのありましたっけ。軽い、280馬力出てる。21000。ちょっと他の車も見てみましょう。でジャンクで普段使ってそうなパーツだけをちょっとかき集めつつですね。あれこの奥もあるよね。この奥どうやって行くんだ。あ、こっちからでした。ギアボックス、ディストリビュー、あ、ケース、これあるの。あれこれケースってなんか取れるやつじゃないのかな。ケース移動しました。タイミングカバー、ディストリビューターもらっとくか。さてちょっと派手なウィングをついた車ですけど、これいいんじゃないですか。すでにちょっとチューンしてあるし、スーパーチャージついてますね。マフラーがなんかないおー、いいんじゃないですか。これこれいくらだろうな。36万キロ走ってる。これ派手だな。ちょっとデザインはちょっと嫌いだけど、タイヤ14インチだって。ブレーキもちっちゃそうだな。500馬力近く出てます。すごいね。936ニュートンだって。モンスターマシーンですね。トルクだけでこう走るような感じ。なんかパワーがもうすごい低い回転で、あ、そうだね、4000いくつで最大パワーだもんね。なんですかね、ディーゼルみたいな、そんな回り方。外観はだいたいあると。4万。やっぱいい車は高いんですね。4万ぐらい使えばいいやと思ったけど、実際さっき2万できたから、あ、結構余っていいなと思ったけど、これ4万じゃん。
推定価格、アップグレードして多分売れるのがこの値段じゃんじゃないかなと思うんですけどね。違うのかな、違う、そういう意味じゃないのか。そうか、手数料がこれで、推定の価格がこれで合わせると4万ですよってことか。売値は書いてないんですね。じゃあ、あっさりこれ買います。ガレージに持ってきますか。おお、消えてしまいました。2万2000しか余んなかったよ。フロントショックアブソーバーキャップ、もう二度と来れないんでね。ヘッドライトってこれ何のライトだろう。のが良かったかな。シビックとか。早くねポルシェとかねできるようになんないかなと思ってんですけどね。ダウンロードコンテンツで出てこないとダメなんだろうなと思うんですけど。ギアボックス、まああんま持ってってもお金がないかな。ステアリング、これ新しい車につけますかね。GTR のバンパー、まあこんなとこでいいかな。で、こんだけ取ったけど、これお金取られるんだよね、確かね。割引、あ、15% 割引効いてる。865クレジット。安いですね。ただこんだけでどれだけ使えるものがあるのかちょっとよくわかんないんですけど、こういう 14% とかはもしかしたらね、捨てざるを得なくなっちゃうのかもしれないんですよね。まあでも、購入して戻りましょう。で、車はどこに？買った車はどこに行っちゃったんでしょう。あったぜ。ありました、ありましたよ。まあ売るつもりはちょっとなくて乗ろうかなと思ってんですけどね。エンジンオイル入ってません。かっこいいな。うわ、かっこいいというか、なんていうか、これをかっこいいと思っていいのかなって思っちゃうレベルですね。洗車しましょう。とりあえず洗車だな。元の色がなんだかわかんないぐらいですもんね。茶色みたい。ちょっと室内も深井でかいっすね、アメ車。これ元何なんだろう、この車。ここにこれ給油口だと思うんですよね。それだとなんかなんだっけ、マスタングみたいな感じですけど、おお綺麗。あ、スタイリングこのままでもいいんじゃないの。かっこいいっすね。ラジオが渋いっすね。うわ、古き良き時代のって感じだ。
タコメーターは、5,6,7,8,8,000 まであるけど、4,000ちょっとがピークパワーだからね。4速 AT じゃなくて4速 MT って感じですかね、これだと。で、運転できないので走んないからね。うわ、ホイールもいっちゃってんな、これ。なんか穴開いてんじゃないかって感じだけど。ボディは比較的綺麗じゃないですか？ね、汚れてただけで。色を変える気がなければこれでも十分な感じ。ちょっと微妙にドアの色が違うかな。じゃあリフター B にとりあえず持ってこうか。ほほほほ、来ましたよ。あった、売り値やっぱこれなんだ。やっぱあそこの金額を見て買えばいいってことですね。利益を出すならね、利益でマイナスになってるから。まあ利益出すつもりじゃなく買ってきてるんで構わないですけど、コンディションボーナスとかもあるんだ。まあ、4000いくらだから、もしかしたらちゃんと作れば上げれば利益が出るぐらいの車になるかどうかって感じですかね。いいんじゃないですか。すごい状態ですね。もうパーセントから 30% とか。あ、これオイルパンもないな、エンジン。オイルパンないですね。これ黒いのかなと思って、これサビ？コツコツちょっとパーツ集めて、こうピカピカのもあるね、コンドットとか。すごいな、状況として。足とか綺麗なのもある、中には。まあバラしていって直せるようにするにはちょっとあれかな、スキルっていうか上げていかないとダメっぽいですね。ちなみにサスペンションとか、ひどいですね。ほとんど真っ赤から。ベアリングとかもダメ。ちょっとエンジンルーム見てみましょう。これすごくないですか、このキャブっていうかエアスクープっていうの、これ。この車に OBD ボードがありません。これ多分古いからだと思うんですよね。あの86マガイの車もこういうのが出てきたんで。圧縮も何もできない。これは使える。
ひどいな、ヒューズでさえ変えなきゃって感じですね。わあ、オレンジ色。これも圧縮出ないもんね。タイヤは？レースタイヤ入ってる。レースタイヤ履いてるけど、もうエボいですね、みんな。なるほど。これ蓋もないですね。というかすごいスッキリしてる。エンジンしかない感じですね。バッテリーとかどこにあるんだろう、これ。ですね、この車しばらく置いとこうかな、飾りです。でコツコツちょっと直していこうかなと思います。であと20分だから、なんか簡単なのをちょっとエンジンベイからノッキング、まあこれでもちょっとやってみますか。タスク、補充ですね。パーツが見つかりません。エンジンなんで、さっきの検査で調べていきたいと思います。このスキャンの時間がね、どんどん早くなると思うんですけど、プラグとコンピューターと点火コイルダメで 31% ってなってますよね。 31% 部品の状態の最小条件 31% なので、これ以上ある部品は変えなくていいっていう意味なんですよね。ちょっともう一回やってみますけど、ってことはみんな 31% 以上あるので、ここは変えたいとこではあるんだけど変えなくていいですよってことになっだと思います。このストーリーばっかり今まで撮影してましたけど、ストーリー以外だとそういう難しさがあってですね、で調べたけどここがパーツ出てこないですよね。ということは原因は別にありますよということですね。35% 以上ある。中身は関係ない。ヒューズ系でもない。最低で32あるから、これも変える必要ないですね。ボロっちい車って言ったらお客さんに失礼ですけど、 31% 以下のところを探さないとダメなわけですよ。それがね結構大変。ストーリー以外の車での難しさですよね。あった、補給ベルト、クラッチ系、アイドラー、
そんなとこかな。31んとこないですね。これで、全部出ましたね。アイドラー、クラッチプレッシャープレート、ベルトテンショナー、ホキビーということですので、これかな、まずアイドラー。ホキベルト B、 こっちか B って。じゃあこれ外して、ダイドラー、これは、買い物リスト入れます。あ、こっちを先外せと。これかで、ホキベルト B も買い物リスト入れときます。 21% アイドラー A、7% だよね。ベルトテンショナー、ベルトテンショナー、いや、先にじゃあちょっと今の2つを買っちゃおうか。アイドラー1個、それからベルト、組み立てていきます。ベルトテンショナーってこれ何パーだった？あ、25パーだったね。ベルトテンショナーも買いますと。で、あとクラッチプレッシャープレートということで、クラッチ外さないといけないですね。なので車を上げましょう。で、この車 FF なんでタイヤ外さないといけないですね。ドライブシャフトを外すと。そうだよね、出ないとミッションが外れないんでね。で、あとタイヤこっち側も外します。なんかこういうボロっちい車修理してると思うんですけど、結構古い車乗ってたことがありまして、あの修理とか出すとね、こんなに別に錆びてるわけじゃないんですけど、こういう感じに見られてたのかなとかってちょっとふと思っちゃいますね。で、スターター外さないと、外せないんだけど、スターターが下に一回下ろさないと外れないと言われちゃいました。これな、上からでも外せるようにしてほしいよな。ここですね。はい、スターター外れました。外れたのはいいけど、ミッションを外すためにはまた上げないといけないというね。ギアボックス外しますと。
スベアリング、そしてこれですね、プレッシャープレートって買い物リスト入れました。すごい3本も錆びてるよ。まあこのゲームはあの部品の劣化は全部錆び具合で表現してますからね。で組み付けと、で、リリースベアリング、だ最低のパーセンテージを見とかないといけないんですよね。ここのね 31% っていう、これ未満のやつは変えないといけないということですね。フロントガラス、ブレーキ、クーラント、これ危ない。 100% 持ってるからつけちゃいそうだったけど、こうやって42で OK ですからね。もともとスイスさんこっちだし、つけちゃうとこだったら危なく。でタイヤもつけちゃいます。であと反対側なんだけど、でこっちもタイヤをつけちゃいますと。で下からやるのはこれで OK だと思うんだけど、多分。でスターターを忘れずにつけないといけないですね。全部 OK になりましたね。で全部補充、ガラス、ブレーキ、クーラント、結構古い車をね修理するっていうのは頭使うというか難しいんですよね。もうちょい欲しいな。はい、パーセンテージをしっかりと理解してないと損しちゃうっていうんですかね。何でもかんでも交換していっちゃうと、もう新車みたいになってお客さん喜ぶかもしれないけど、こっち損しちゃうんでね。あれ、これ今喋ってたりだったけど、これでいっぱいなの？もうやめとこう。なんか多く入れすぎちゃった感じ。タンクが勝手に傾くんですよね。こうやってね、傾いたらちょっとしたらやめると。これちょっと入れすぎちゃったかもしれないな。うちが損してますね。で、これで OK ですね。で400クレジットということで、はい、終わりました。ということでね、今回は、自分の車を手に入れました。自分の車として、育てていくというか修理をしていきたいと思います。でこれをね乗り回せるようにしていきたいかなと、テストトラックとかなんかいろいろ走るとこあるのでね、そういうとこで乗り回していきたいかなと思ってます。で7屋はなくなった。あ、そうだ、1個忘れてた。ケース取りましたよね。ここ開けていきましょう。ガチャなんで。またね、出てこないかな。次のケースを開く。
や来た来たしなや。あーなんか同じようなところですね。まあでもこれまたお金貯まってからねやろうかなと思います。で取ってきたパーツここで修理できますよね。これねお金使うけど、あ失敗した。あれ失敗するとこれなくなっちゃうのもしかして。危な、だんだん100に近づくほど簡単になっていくんですねこれね。こんな感じで修理できるパーツもあるということですよね。あぶね、失敗するとダメなんだこれ。ああまた失敗しちゃった。おっと真剣にやらないとダメですね。でここからロックされてると、これがスキルを取らないともうできないんですよね。はい、ということで、この辺でね終わりにしていきたいと思います。なかなか終われないですね。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。